こんにちは、ケンタッキーの翼の配布が決まりました。ですが、賛否両論な予感。期間は11月25日から12月20日とはなっていますが、標準時が違うので注意。でも、1時間しか時差がないのかな、1時間後の時間が期間としていいのかな。で、翼をもらう方法なんですが、Twitch のサブスクを購入したら、翼と特典アイテムがもらえるコードがもらえるみたい。ということで、今回はこれだけ。ちなみに、日本でもこの情報が出るかは知らんから、一応英語版の情報でした。ご視聴ありがとうございました。余談ですが、本国で翼をもらうのにケンタッキー買う必要があったので有料でいいやろって感じの書き込みを見かけました。正直翼のために他人にサブスクするより、ケンタッキー食える方が良くないか？